4月28日、最新セリーグ順位表。中京 X レース、雨天の章、春。中日、土へ帰っていく。巨半の2強やね。2強に普通に弱と見せかけて、に普通がクソ試合してるから4弱あるな。ガンデリンドームで虚無な何かが起こってた。ああ見るたびに中日の順位が下がっていく。阪神対ヤクルト、4対3で阪神の勝利。阪神ファンやけど最近ずっと相手チームが勝手にこけてくれるんやが、全然自分に強い感じがない。こんまなら甲子園でヤクルトに3盾食らわされてたところやったな。阪神打線貧だやけどに、3点差くらいならまあなんとかしてくれるかもしれんなって期待感はある。阪神強くないけどなんか勝つスタイルにシフトしてるよな。サンタナとかいうエンターテナー。サンタナとかいう最大の敵にして最高の味方。役やけど去年より打線活発やから割と見てて楽しいで。サンタナも楽しそうだったしな。DeNA 対巨人、2対6で巨人の勝利。確実にボール変わったような巨人の打撃で確信したわ。阿部慎之助っていうのをなんか萩尾佐々木門脇も日替わりで固め打ちしてるし、坂本に当たり出てくればいい感じだわ。やっぱ1番から長距離打てる人置いといた方が効果的だな。地味に泉圭介の存在も大きいな。巨人、チーム盗塁数と成功率1位になってる。横浜は約筒子を上げるしかないな。横浜は次中日戦だから上がってくる。中日対広島、0対0でスコアレスドロー。バンテリンドームで行われた野球に似たスポーツは何なの？ゴールデンウィークの4時間を無駄にした広島中日の人たち。たこ焼きとかいう極上のスタグルを味わったんだが、広島中日戦にも、ちょっとしたサンタナを加えれば立派なエンタメになったのに。今日の広島中日現地で見てたけど、前の席に座ってた子がずっとスイッチでスイカゲームやってた。貧だやけどうぐさがなんかスイカネと入れ替わっとるからセーフ。きっちり分かれてきたな。今年は広島中日が A クラス争いして終わる感じになるんかな。まあなんかシーズン前の予想と変わらんかったな。中日と広島ファンはライオンズの試合見ろよ。元気もらえるぞ。